はい、皆さんこんにちは、ジェントリアン元です。251についてお話をして、模範演奏もしていきたいと思います。まあ、このコードの中の、一番骨格となる、そしてジャズのスタンダードナンバーでよく出てくるコード進行が251、まあ、つまり Dm、Gm、Cm といった、コード進行がよく出てきますよ。だから先にフレーズを練習してしまえばいいじゃないかっていう考え方でございます。そして、それを、4つのキーで今日はフレーズをご紹介していきたいと思います。そして前回の動画で説明しました、アルペジオとコードのスケール、アルペジオとスケール、そしてアプローチノート、こういった、技を駆使して、フレーズを、書きましたので、そちらを、今回はお手本解説をしていきたいと思います。まずは譜面を出していきたいと思います。はい、こちら、4つのキーの、251の、フレーズが出てまいりました。これね、まず Dm、Gm、Cm は C のキーの251、そしてその下がまあ4小節ね、空白になっていてアドリブを取りましょうっていうところなんですけども、その下 Gm、Cm、Fm は F のキーの251、そしてそのさらに下、Cm、Fm、Bb7、こちらは Bb のキーの251、さらにその次が Fm、Bb7、Eb7、まあこれは Eb のキーの、251と4つのキーの251が、載っています。これはすべて同じメロディーを当てはめた、転調して当てはめていったというものになりますので、まずはね、お聞きください。という感じです。D、C メジャーのキーの251、そして F メジャーのキーの251、そして B フラットメジャー7の、キーの251、そして E フラットのキーの251と、まあ様々なキーに転調していたんですけれども、同じメロディーだったというのがわかると思います。で、一番最初のDm、Gm、Cm のキーの、フレーズを解説していくとですね、一番最初 Dm の、コードが鳴っているところは、ド、ラ、ファ、レというような感じでメロディーをこう加工していくわけですね。これはですね、ド、ラ、ファ、レ、まあこうやってもう Dm のアルペジオをそのまんま吹いている、そしてリズム的アプローチをしているっていう感じですよね。ちょっと吹いてみたいと思います。
完全に、Dマイナーのアルペジオを吹いていると言えますね。そしてその後はですね、 G7C メジャーのところはメロディーがミファソラシとなだらかに上がっているので、まあ C メジャースケールのこうスケールをなだらかにミから上がっているよっていう風に解釈することができます。まあアルペジオとスケールを上るという非常にシンプルなアイデアになってるんですけれども、これをね、2-5 の上で演奏して、ジャズ的なリズムを加えると十分に、フレーズって感じがしますよね。もう一回吹いてみたいと思います。でこれをちょっと変えると、また変えると、まあこういう感じでですね、さまざまなフレーズ、アルペジオとスケールを使っているというシンプルなアイディアでいろいろ遊ぶことができるわけです。で、音数をもっと減らしていければもっともっとシンプルに演奏することができます。なので、音数をもっと減らして演奏するっていうのをちょっと最後に演奏していきたいと思います。このような感じでね、アドリブ、今本当にアドリブやってますからね、アドリブというのはアルペジオとスケールというアイディア、シンプルなアイディアを自分でその場で広げていく。で、そこにリズム的アイディアだったり、自分のね、いろいろ聞いてきたものが反映されるということになりますので、まあこういう部分っていうのはね、ここから先は皆様が僕のこう動画であったり、こういう練習フレーズであったり、コピー譜であったり、いろんなものを自分自身で吸収してアウトプットしていくっていう、その繰り返しをやっていく。まあそういったものを、まあ僕オンラインレッスンとかスタジオレッスンでね、もっとこうした方がいいよってアドバイスなんかたくさんさせていただいておりますので、ぜひご利用していただければ、一緒にジャズを楽しんでいけるんじゃないかなと思います。無料メルマガにて、アドバイス、ワンポイントアドバイス、初心者向けの、アドバイス、様々な、情報発信をしておりますので、皆様そちらも概要欄から、ご登録をよろしくお願いします。それではまたー。